国内最大の指定暴力団山口組をめぐる抗争の激化に警察が警戒を強めています。午前5時50分過ぎです。1台の黒いワゴン車が出ていきました。山口組のナンバー2高山若頭が乗っているとみられます。今朝、国内最大の指定暴力団山口組ナンバー2の高山清若頭が刑期を終えておよそ5年ぶりに出所しました。恐喝罪で服役していた高山若頭を乗せた車は東京府中刑務所を出て午前7時ごろに品川駅に到着しました。高山若頭は首にコルセットを巻いて杖をつきながらゆっくり歩き、組員らに囲まれながらホームに向かいました。山口組は現在神戸山口組など3つに分裂していて互いに対立が強まっています。高山若頭の出所によって抗争が激しくなる可能性があり、警察は警戒を強めています。